こんなに赤くなりましたね。ポリフまで赤くなっちゃった。っていうか、単なるライトで赤く照らしているというか、この頬のあたりの本当にですね、顔のあたりとかこの辺の赤みが出てきましたね。皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルでございます。今日もですね、餌やりをお見せしたいんですけれども、ちょっと1ヶ月ぐらいですね、テンニングして、この今までなんか色が薄くなっちゃったこのアロワナがこんな感じでオレンジになってきましたので、まあ、この子もお見せしていきたいなと、この子にも餌をあげていきたいなと思います。それでは行きます。赤いですよね。赤くなった。こっち殺菌と入ってるからやっぱ苔珍しいよね。ね、でもちょっとなんか出てきたから、はいはいはい、出てここから出てくる。でもこっちに比べたら全然。そうに大きなポリフが餌を食べて、この子まだ食べてないですね。アンソルフですね。こちらもアンソルフ。こちらがエンドリケ。巨大なエンドリケとアンソルフ。じゃあちょっと A に餌をあげてもらってですね、ここが
こんなのこれと同時にこの大きいのここに曲げないと、この A の水槽はプレコを抜かしてしまったらすごい苔だらけになっちゃって粉になってますけども、まあ、ちょっとこの対策を練っていきたいと思いますけどね。このでかいのも食うんですかね。でかいのもね、かじって食べてますよ。ああ、ちっちゃいの食べ終わっちゃう。ところ今日の餌やりが多いですよ。今日の餌やりが大変です、まあ、毎回、ね、ちょっとずつ変化がありますからね。今日はこの子がすごいいい発色をしているので、この子を中心に餌やりも見ていきたいと思います。最近あまり撮影してませんけど、オールパイちゃんバーンって言った割には食べないです。乙姫食べないですかね、化石に。食べないわけではないですけど、好き好んでは食べないけど、食べる時もあるけど、あのミルワーム。ミルワーム入れます。はい。これちょっと黒いフィッシュやってるんですよ。あ、これちょっと映さないといけない。ちょっと邪魔ですね。この辺で、どこから？一番最新のちっちゃい子。バーッと入れちゃっていいの？
こう。土壌4匹ぐらい食べますからね。ああ、じゃあこれ本当おやつ。いや、もう本当おやつですね。まあ、たまにこういう生きたね、動きのある餌のものみたいな動きがあるものがたまにはいいんじゃない。うん、幸せだから。普段は土壌の冷凍のものをあげてるんですけども、たまに追っかけたりとかするのもちょっとね、あげないと。食べピタピタにっていうのはオーブリーです。オーブリーパスポン、この辺が腹がけなんです。ジャイアントマスクパーティー、いい音してますね。
上げすぎると太っちゃうんで、こんなもんです。まあ、この子なんかもうパンパンですもんね。そう、落とし目ってそれぐらい太りやすい。太りやすいっすよね。ほんと10粒前後でいい。もうほんとこれぐらいでいい。だんだん今日の動画はいかがだったでしょうか。アロワナやカメたちに餌をあげてますけれども、これからですね、少しずつ暖かくなりましたらマニア訪問とか、それから M さんと話してましたけれども、これからライブなんかもやりたいななんて思ってます。まだね、アクアハウスチャンネルではライブはやったことないんですよね。まあ、誰も集まってこないと困るなと思ってやれないんですけども、ぜひ皆様の協力が必要ですのでよろしくお願いします。4月の下旬ぐらいにライブやりたいなみたいに思ってます。ありがとうございました。